れ、今日はあのたこ焼き屋がいない。ショコラ、帰ります。たまにはご主人様に電話してもいいですか？またご主人様のところに遊びに来てもいいですか？ご主人様はショコラたちのことちゃんと毎日思い出してくれますか？ショコラは離れててもご主人様って呼んでてもいいですか？と言ってましたから。覚えてますか？ショコラとバニラをご主人様とシグレちゃんが連れて帰ってくれた時のこと。家で知らない人と猫ばっかりで怖くて。はい、とっても心配かけちゃいました。ショコラとバニラが熱を出した時のことも覚えてますか？気づいてもらえなくて、とにかく苦しくて、辛くて、寂しくて、声も出せなくて、手も足も全然動かなくて、助けて、誰か助けてって思いながら、ただただ泣いてたんです。そしたら、ご主人様が大きくてあったかい手で、撫でてくれたんですよね。ずっと、そばで、大丈夫、大丈夫って言い続けてくれて、ショコラとバニラのことを撫で続けてくれてました。朝になって、病院に行くまで、ずっと、
ずーっとそばにいてくれて、不安で心細かったのが全部嘘だったみたいに。あの時も同じこと言ってました。俺は別に優しくなんかないって。でもソコラたちは、ご主人様が助けてくれなかったらここにいなかったです。あの時ご主人様がそばにいてくれなかったら、誰も信じられないままでした。ご主人様のおかげでご飯も食べれるようになりました。しぐれちゃんともみんなとも仲良くなれました。だからあの時から、ショコラのご主人様はご主人様になったんです。ショコラはそれからずっと優しいご主人様のことが大好きなんですよ。だからショコラはご主人様がいなくなっちゃうって聞いて、いても立ってもいられなくて、どうしても一緒に行きたくて、しぐれちゃんにお願いをしたんです。お金のこととか難しいことはやっぱり猫にはわからないです。でもやっぱりショコラはご主人様のそばにいたいんです。ご主人様が辛くて大変そうなのなんとなくわかります。本当になんとなくですけど、お掃除でもお洗濯でもお料理でもショコラがお手伝いできることは何でもしますから。今すぐにはできなくても絶対にちゃんとできるようになりますから。だからもう一度だけお願いしちゃダメでしょうか。ソコラはご主人様と一緒にいたいんです。私たちは猫だから自分に素直なだけ。私なら楽しいことならショコラと一緒がいい。たとえ辛いことでもショコラと一緒にいたいと思う。だって一緒にいれないことの方が寂しくて辛いから。本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。それでも一緒にいたいものだと思う。私たちが幸せかどうかなんて、いくらご主人でも決めつけるのは違うと思うよ。それに大事な人が大変ならなおさらそばにいたい。何ができるかはわからないけど、でも辛い時にそばで励ますことくらいできるよ。だからきっとしぐれも私たちがご主人のところについていくのを許してくれた。しぐれはご主人と一緒に行くことはできないから、代わりにお願いって。だからご主人が本当にショコラのことを思うなら一緒にいるべきだと思う。たとえ何不自由のない暮らしでも、ご主人様がいないのは嫌なんです。いくら大変でもショコラはご主人様と一緒にいたいんです。
からお願いします。ご主人様のそばにいさせてください。ここがショコラがいたい場所なんです。ご主人様、それってはい、大丈夫です。ご主人様がいるだけでショコラは幸せですから。やれやれ、ついにご主人陥落。いやよいやよも好きのうちだね。毎晩大トロじゃなくて大丈夫です。たまにでいいです。お肉も A4 でいい。松阪牛なら脂身最高。え、なんでですか？お買い物はもう終わったんですよね。ご主人かっこいい。ついでに松阪牛も買おう。やったー、お祝いパーティーですね。ご主人太っ腹。さすがは私たちのご主人。